しれないけど試合には。はい、そして東京ビッグサマーズマスコット30年目の大ベテランつば九郎の登場です。トゥ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 バクロー。さあつば九郎、みんな楽しみにしています。今日もつば九郎のショルト、ちょっと早めですけど行っちゃいましょうか。はい、行きましょう。スーパーカラビジョンうまっ。はい、今日から2023応援感謝シリーズです。そうなんです。そうですよ、皆さんにたくさんの感謝を届けたいと思います。5回終了であの辺に花火が入ります。あの辺でつば九郎が指しているのは、まあ、そうですね、スーパーカラービジョンのあの辺ですね、まあ、角度によってちょっといろいろですけど大体あの辺です。はい、5回の終了後みんなでカウントダウンして花火を打ち上げますよ。つば九郎プロデュースインチコガニサワーもワンコイン販売です。お、復活ですかつば九郎。それさらにワンコイン、ぜひ皆さんお飲みください。一つお祝いを、ドラゴンズの大島選手2000安打おめでとうございます。おめでとう、スマクロースマクローから祝福のメッセージです。おめでとうございます、大学社会人出身では古田さん、ケンちゃんというのは、和田コーチですね、あと宮本さんに次ぐ4人目の記録ということで、いや本当におめでとうございます。ご一緒です。まだまだ若い、記録伸ばしてねというツバクローからのメッセージです。ご一緒なクロスですね。あ、約束のバットくださいねこれはしっかりしてますね、ツバクローね。音桃地の直道選手、お疲れ様でした。ですね、本当に対応を発表されました野上選手、たくさん伝えたいことがありますが、まだシーズン中なので打席に立った時は遠慮なし、負けません。世の中あれがやってますが、マクロの深い思いがありますね。この2試合は逆あれです。振りられたくないよ、はい受けてますね皆さん。オフのドアラとのマスコットショーの待遇の差も出ちゃうのではい、チームの皆さん練習しましょう。ちょっとオフのことも心配になってきているつば九郎、マスコットショーも気にしながら、はい、そういこうか。さあ行こうか。さあアグレッシブに行きましょう。お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいま